ウサギとカメ。カメの足が遅いのをウサギがバカにして笑っています。傑作だろこれ。ウサギさん、ウサギさん、そしたら一度僕とかけっこしてみないか。傑作だろこれ。お前たちタートルが束になったところでトータルで俺に勝りますか。そんなこと言ったってウサギさんは不真面目だから、真面目にやってる僕の方が勝つんじゃないのか。バヤウサギとカメは一世一代の勝負に先駆けて記者会見を開きました。この勝負はカメさんの方から仕掛けたと聞きましたが、本当ですか？その通り。ウサギさんがあまりにもバカにするもんだから、こっちにもカメの意地ってもんがありますよ。なるほど。カメさんはこう言ってますが、ウサギさん、もし負けるということがあると、これは勝負は時の運という言葉では済まないことになりますが。出る前に負けること考えるバカいるかよ。出てきこら。いよいよ勝負の日がやってきました。ええ、てっきり逃げ出すかと思ってたが、逃げ足まで預かったが。ウサギさんよ、ルールは分かってるね。あの丘の上に先にたどり着いた方が。いくぞ。そう言うとウサギはショルダーアームブリーカーを連発し、カメの右腕を骨折させました。おっとどーん。開幕早々、勝負を決めたウサギはその足で国会議事堂に向かいました。内閣総理大臣安倍晋三君。はい、今回新しい診察の件なんですけども、新しい診察って古い診察ってなんやねんっていう話なんですけどもね。ちょっとデザイン、眠たいねこの野郎、少しぐらい目を閉じても大丈夫だ。やってるからでどうかいうことになってますけどもね。これ、よく行くお店の子も不真面目なウサギは国会中に居眠りをしてしまいました。ホステス受けの一方、その頃カメは、そして言ってて、ウサギさんのやつ本当に乱暴で不真面目だな。そのおかげでこの勝負僕の圧勝なわけだけど、まったくあのウサギと来たら傑作だよな。勝ち負けというものは誰かが決めるものではなく、自分で決めるものなのかもしれません。ゆらゆら揺れてる君の心が揺れてる、何も恐れず